花火を見ていただいてですね、本当心温かくなるようなそういった雰囲気のものをぜひ演出できればなというふうに思っています。なんと24時間かけて秋田からこのハウステンボスまで花火を運んできていただいたんですか？そうですね。はい、ありがとうございます。会場からも拍手がありがとうございます。さあ、それでは小松煙火工業が本日挙げる花火、テーマ、そして見どころも教えてください。今回打ち上げる花火、タイトルはですね、スカイマジックインハウステンボスというタイトルであります。花火の持つ力でですね、光のマジック、テックにですね、さまざまな形、色とりどりの光ですね、皆様の心にですね、まさに魔法をかけたいなというふうに思ってます。花火を見ていただいてですね、本当に温かい気持ちになっていただければ、そして今日ハウステンボスに来ていただいている皆さんがですね、この花火でですね、明日も頑張るぞだったり、そういった、勇気を届けられるようなものを、そういった展開をしてまいりたいというふうに思います。競技会でありますので、うちの持っている技術の精を集めた演出をしていきたいというふうに思っていますので、ぜひお楽しみをいただきたいというふうに思います。小松煙火工業、小松忠信さんでした。どうぞ皆様、今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。
foundations. There's nothing ordinary in the living of each day. There's a special part every one of us will play. Feel the flame forever, teaching lessons we must learn to bring us closer to the power of the dream.秋田県松園化工業に今一度大きな拍手をお送りください。